軽自動車だし乗ってんのは、うん、ツマダボール懐かしい。ツマダパチンコまだあんの？大学の昼休みの時友達とちょっとだけ飲んだけど、あなたの試しがないから1000だけやって帰ってきたから、その辺がちょうどいいよね。
生活がすごいなんか圧迫みたいな感じだったから、まず2人1部屋っていうので微妙ってところと、まあ、相方の人何も言わない人とかいいんだけど、まあ、2人1部屋はしょうがないと思う。大体そうじゃん、寮生活って。そう、下手したら 4人とかのとこもあるから。ああ、野球はね、あれ超かわいそうだった。だから2人1部屋はね普通だよ。まあそれも、まあそれはまだいいんだけど、あと何だっけな、テレビとか携帯禁止だったから。それきついな。テレビはいいとしても携帯ぐらいいいじゃんって思うけどね。うん、でこっそりテレビ持ってってテレビ見て遊んだけど。あと何が禁止だったかな。あと外出も6時まで禁止とかあったから、ええー、みたいな。ゲーセン全然遊べねえじゃん。6時まで禁止ってどういうこと。あ、6時まで外出 OK ってこと。そう、6時に帰ってこいってこと。6時までにか。6時まで。まあしょうがない。だからあ無理ですと思って1年でやめちゃった。でその2年から新幹線通学だったけど、新幹線通学面白かったけどね。金持ちや。いや団地だから 3DK なのかな。でうん、てかないと思う、そもそも7万。部屋が3つしかなかったけど、あ、私の部屋なかったし。下手したらマンション住めんじゃねえの。そこで10万の差できるじゃん。で、そこで近くに駐車場があって、駐車場がでも何千円とかだった気がするの。で、まあ家も建てちゃったしね。まあ、家のローンあったとしてもどうなんだ。なんだかんだで隣のおばちゃんとかにも助けてもらったとこあるっていうのはよくわかんないけど、どのぐらい経済面で助けられてもらったのかって。あ、そうなんだ。うん、あるとは思うよ、全額に。うん、うん、でそんな裕福ってわけでもないよ。まあ親戚は裕福だけど、だからそういうとこで支援してもらえるじゃん。まあね、うちは多分ない。なんだかんだでね。あ、まあでも父さんのお姉さんは子供いなかった、あのすげえ大事にいつも行くと喜んでくれてて、おじいちゃんとおばあちゃんとはすごい金持ちだったね。目黒のマンション住んでるから、目黒もだって外芸能人がいっぱい住むぐらいには金持ちゾーンだったし。そりゃそうでしょ。てか乗ってた車がベンツだったしな、社長だったし。ああいうところに住む人ってもう老舗だよ、だいたい。あのね、成り上がりが住むとかじゃないと思うんだよな、ああいうのって。なんかもう最初からそう
伝えしたらまずいと思うけど、新宿駅のところとかさ、こんなとこ絶対テナント料次100万だろうってところでも10万とか貸してくれちゃうからさ、うん、あの老舗っていうか昔のそういう貴族のところに入ってるとね、そういうのあるらしいよ、なんだかんだ。それだからね、成り上がりってねダメなんだよ、逆にそういういい飯、あの飯になっちゃうからそういう100万で出せるところもね、いいお客さんになっちゃうから、だから勝負しちゃいけないなって感じするけど、毎回見てたのって思うよ。今ふと思ったけどね、そのお母さんとこの親戚とか田舎行った時もなんだけど、そのおばちゃんところ、目黒のおばちゃんとか行った時もなんだけど、ふと思ったんだけど、行くと、まあ、絶対見たら お寿司とか買って用意してくれてたりするのね。お吸い物とかすごいおばちゃんお上手で美味しいの、うん、で私がそば好きだから絶対おじちゃんはね、そばを茹でてくれる。結構食べるか、そば茹でてやるかとか言って全然親戚の方と接点ないんでしょ。ないね。寿司とそばとか出てオレンジジュースとか絶対あるんだけど、大体そういう場所に行くと必ず出るものが絶対そうや出なかったのって今ふと思ったんだよね。ケーキ、別に欲しいとは思わなかったけど、そうやそういうもんねえなって。なるほど、飯か。俺何が幸せなんだ。駐車場とか使わせてくれてた。富士山見えんじゃん。その傘、上に富士山傘が乗ってんの分かる、あれ。何あれ。傘、雲、ちょっとごめん。それだ。あれいいんだよ、あれ。今日あれを絶対撮りたいんだよ。傘富士っていうなんだっけ。でも富士山の上に雲があえて傘かぶってるに乗ってる時は雨が降るんだってよ。まあ今日とかじゃなくて。富士山はね、厳しいよ。何が？登ったことあるよ。いや、無理だよ、3000とか。寒い、ね、本当に寒い。いや、本当寒いでしょ。夏でも寒いし、あと富士山の雪山になれるなら、他の雪山の寒さに慣れて経験積まないと無理だよ。あと、モンタリアも絶対無理だね。無理、死んじゃうよ。まあ、安定って高山病になっちゃう、しかも小型犬だし、よりによってまだでかいならまだし。でも多分富士山犬禁止じゃねえよ。失礼。ああ今ちょっと微妙に動いちゃう。あっバカ。はい。ちょっと集中。
感じですかね。綺麗な。結構前に見てたね。これもしかしてあれかな、あいや工事か、この後左行っちゃうかな、どうせ忘れるでしょ、ララポスでしょ、ララピーッ、なんでそんなこと言うのって顔したの私。誰が？ごめん。